で、そんなにその指導したかったら自分でチーム作れよっていう話なんですよ。すごい人に教えてもらうんじゃなくて、自分のことをちゃんと考えてくれる人に教えてもらいましょう。はい。はい、ジュニア選手とか、まあ、ジュニア選手の保護者の人にすごくこれは気をつけてほしいなと思うことが一個あって、やっぱりその、ジュニア選手とかって練習してて、例えばそのアドバイスを求めてもないのにアドバイスをしてくる人ってやっぱたまにいるんですけど、あのそういう人は本当気をつけた方がいい。あのね、本当にそういう人には気をつけた方がいいよ、さっきり言って。うん。でこれなんでかっていうと、例えばその自分のクラブを監督とかコーチで持ってて、でこの選手いいなとかっていう気持ちはわかるんですけど、ただそのやっぱそこのなんだろう、その子の指導者とかの指導方針とか、まあそういうのもあるんで、僕基本的にこの子もうちょっとこうしたらいいのになっていう子がいても、その子の方から何か聞かれない限りは他のチームの子とかに行ってアドバイスって基本しないんですよ。やっぱその方針とか考えも多分違うだろうし、プレーの方も違うし、でなおかつそのアドバイスを求めてもないのになぜかアドバイスをしてくる大人っていうのは、その自分の人生にうまくいってないとか、現状に満足してないとか、自分が今までなんか失敗してきたっていうのを、なんか人を使って取り戻そうとしてるっていう心理があるっていう傾向が強いっていう、なんかレポートを最近読んで、で、あ、確かにこれその通りだなと思って、あの、やっぱ僕の周りにもいましたよ、正直で。あの、そういう人ほど、はっきり言って、その、もともと所属してるチームとかとの人間関係を結果的にぶち壊します。はい。これも絶対言います。結果的にぶち壊します。例えば、その人が練習ね、見てやるからとか言って、でその練習に来させて、でその、もともとのチームの練習をその遅刻させたりとか、休ませたりとかっていう、ある。これは絶対ある。うん。で、な、結局なんかそういう人って、なんとかのため、なんとかのためって言ってるけど、別にそこまで考えてなくて、自分のなんか、自己満足を貫き通そうとしてるだけっていう傾向が強いので、で、そういう人って、例えば、勝ったら、あ、ほら、でしょみたいな感じで、自己満足というか、まあそういうのに使うし、で、負けても何も責任取ってくれませんよ。あのね、負けたら、あ、残念だったらで終了するんですよ。それは違うだろうっていう感じなんで、だからあの、ジュニア選手も、そのジュニア選手の保護者も、あのね、浮気するというか、いろんな人に、その、教わろうみたいな感じのことをあんまりしない方がいいと思ってて、要は、基本的には、やっぱベースは、もともと所属してるチームの指導がまずベースで、そこの練習を遅刻しない、休まない、これはもう絶対なんですよ。で、これを守った上で、例えばそこのチームにたまに練習に来てくれてる人にちょっとアドバイスを聞きに行くとかっていうならわかるんですけど、なんかそこら辺をちょっと勘違いしないでほしいし、逆にそういうのをやっちゃうと、最終的に後悔するのは、やっぱジュニア選手なり、その保護者なりで、保護者の方はね、あの、自分たちのやったことの失敗を認めたくないから、別にこれで、なんか、よかったんですよとか、あの、終わったことだからっていう風に割り切ろうとするんだけど、それってやっぱチーム的にも、地域的にも、その子的にも、それは本当に、良かったのかって言われたら、僕はあんまりいい方向に働いてるっていうことを見たことがないので、だからそこら辺の人に気をつけた方がいいかなと思ってます。だからその自分のチームと関係ない人がいきなりなんか指導しようとしてきても、なんかその人は正直もしかしたら天使のような顔をした悪魔かもしれないっていうふうに僕は、思うぐらいでも別にいいと思ってます。はい。あのね、本当にあの優しい顔をしてる人ほど悪魔なんですよ。そんなもんなんですよ。うん。それ一見ドライそうに見える人ほど意外とちゃんと考えてくれてたりするんですよ。本当は。だからそこら辺の見極めをしっかりとしてほしいなっていう風に僕は思いますね。あの本当にもうこれは、似たようなことも結構僕の周りではあったんで、みんなに後悔してほしくないという。うん。だからその、
結局突っ込みどころはそんなにその指導したかったら自分でチーム作れよっていう話なんですよ。自分でチーム作って自分のチームで試合に出たり自分とこの子をちゃんと指導するっていう方に、しろよっていう、人の子にあんまちょっかいかける必要ないよねっていう話なんで、これあんまそこら辺はね僕は非常に、身近な話というか、多分これどこの地域にも存在する人なんだと思うけど、気をつけた方がいいなと思ってます。こんな感じです。で、もう一個言うと、昔すごい選手を作ったとか実業団選手でしたとかっていう、なんかその肩書きとかそういうね、名前を使って、そういう指導をなんか言ってもないのに勧誘してきたりするっていう人もいるんで、そこら辺は気をつけてほしいなと思ってます。はい、すごい人に教えてもらうんじゃなくて、自分のことをちゃんと考えてくれる人に教えてもらいましょう。はい、こんな感じです。では。